次のトークは、本部の皆さんによるカンファレンスネットワークの作り方となっております。はい。トーク30分ですけども、はい、最後10分が あれですね質疑応答なので質疑応答すか、あ、はい、あるのでよろしく、なんで実質トークできる時間20分ですね。で25分になると強制質疑みたいになっちゃうんで、ちょっとよろしくお願いします。ちょ早く初めて聞いた、メールは言ってるはずなんですけど、あ、すいません、多分見てますでしょ。で、トークの、はい、10分前と5分前にスケッチブックで案内します。はい、わかりました。トークの5分前はチーンってなるんで、チーンってなされちゃうんですね。ああ、なるほど。ああ、そういうドキドキがあるんですね。はいはい、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。15分、はい、16分、まもなく6分前まで、となりますので、20分は時間が欲しいでしょうか。はい。なんかワイヤレスとかあるんでしょうか。ワイヤレスか。あ、これそういうのはない。あ、そうそう。あ、よし。あ、まあ、マイク持ってもらって。あ、大丈夫。はい。では時間過ぎてますので、早速始めたいと思います。本部の皆さんによるカンファレンスネットワークの作り方です。よろしくお願いいたします。はい。はい、どうも、カンファレンスネットワークの作り方と題して発表させていただきます、昆布の東松と申します。よろしくお願いします。先ほどですね、びっくりすることを聞きまして、30分の枠だっていうのがなんか25分でしたっけ、20分でしたっけ、20分から、質疑応答しろという話があり、ほう、これは時間がちょっと狂ったまあ僕は聞いて、拾ってなかっただけなんですけど、なので少しだけ駆け足になります。というわけでちょっとついてきていただければなと思います。では、始めさせていただきます。まずあんた誰というところから始めます。私東松博道と言いまして、ネットワーク、カンファレンスネットワークの生い立ちからいくと、2009年から2013年まではライトウェイトランゲージカンファレンスの、このカンファレンスだけの専用のネットワークチームをやってました。でこのネットワークチームに、他のカンファレンスさんからやってよっていう話が、ネットワーク出してよっていう話がありまして、じゃあもうネットワーク、カンファレンスネットワークを専門に作る舞台を作っちゃおうということで、2004年から今まではカンファレンスネットワークフィルダーズという昆布というものを作りました。でじゃあお前本業何やってるのって思われる方がひょっとしたらいるかもしれないんで一応言っちゃうんですけど、2008年から2015年の頭までは日立っていうなんか硬そうな会社に勤めてました。でその後硬すぎんなと思って、2015年から2015年の頭ぐらいにちょっと転職するかと思って、DMM.com ラボというところで、研究開発と技術広報、そしてサービス開発等を今やっています。さて、お前の話なんかはどうでもいいんじゃいという話になるかもしれないので、本題に行きます。まず昆布って何、まあ、さっき言っちゃったんですけど、カンファレンスネットワークビルダーズのこうるっていうところで勝手につけました。で、まあ食べる方の昆布から勝手に来ただけなんで、あんまり特に深い意味はないです。で、昆布の説明をすると、まずイベント主催者側、アロハシャツ着てるヤープシーのスタッフさん側は、まずインターネット接続を皆さんにこういうふうに提供したいという思いがあり、まあ使われ方としては発表のデモだとかストリーミングだとか、あとおもてなしでやっていきたいという話があります。ただ、インターネット接続を自前で準備するのはすごく難しいというところであります。で何が難しいかっていうと、ノウハウとか専門知識とか、あとネットワーク機材とか、いろいろ経験が必要になってきます。で、これがカンファレンスネットワークの主催者側の視点です。で続いてネットワークエンジニア、ネットワークエンジニアは常にネットワークを構築したいと思ってるらしいですでこれこうって皆さんプログラマーの方だと思うんですけど、家でプログラムされない方は手を挙げてみてください。あ、一緒ですね。ネットワークのエンジニアも構築したいんですよ。でただネットワークエンジニアとプログラマーさんってちょっと違っていて、皆さん家で
ビルドするなり走らせたりすることってできると思うんですけど、ネットワークエンジニアはいくら作っても使ってくれる方がいないと何も意味がないというところで、ネットワークエンジニアは作ることはできるけど使ってくれる環境ないからどうしようというところで、こういう実運用のネットワークのネットワークが試せる場所でやりたいという思いがあります。で、仕事でやると、仕事で失敗するとしばかれますけど、ここだったら今日12時頃にあった障害のようにちょっと DNS しくったわって言っても、まあお前って言われるだけで許されるかなと思って、まあそんなちょっとライトな感じでやりたいっていうのはネットワークエンジニアの思いです。で、まずネットワークを提供してほしい主催者側と、ネットワークを構築したい側の架け橋、あ、ちょっとなんかこれどっかのロゴに似てますけど、これを架け橋となってなったのがコンブということで、コンブを作りました。じゃあ、コンブの紹介はもうそろそろいいんで、本当の作り方の方いきます。大規模カンファレンスで我々コンブというのはさまざまなネットワークを提供してきました。で、おっとごめんなさい、LL、先ほど言った LL カンファレンスだとか、あとこの YAPC だとかクロス、あとジャノグにも、いろいろ提供させていただきました。で、ほとんどが400人というか、500人超えで、今回 YAPC アジア東京2015では まさかの2000人超えというのをやらせていただいたんですけど、これらのカンファレンスネットワークを提供していくうちに共通的な課題に直面しました。で、もうそれぞれ共通なんです。共通の課題があったんですけど、これを2つの大きな課題があります。で、1つは機材の課題、もう1つは再利用の課題という、この2つの課題がありまして、1つずつ説明させていただきます。まず機材なんですけれど、ちょっといいですかね、ここ、はい、こちらの機材の問題で、LANケーブル、なんかネット機材とか15台とか、LANケーブル1キロとか、たくさんいろいろあったりするんですけれど、皆さん、今回、YAPCで使われているネットワークのケーブルの距離って大体どれぐらいだと思われます？なんかちょっと挙手してください。1キロ以上だと思う人、2キロだと思う人、そうですね、1.6 キロぐらいあるんですよ。1.6 キロを凄まじい勢いで構築するっていうことをしたりしたんですけど、その中で、あとは無線 AP がたくさんいるだとか、サーバーがたくさんいるだとか、そんな感じでいろんな機材が必要です。で、これだけの機材を、運搬しなきゃいけません。これちょうど2日前の運搬の様子なんですけど、これ運搬してる最中に我々もガサツなんですよ。で、結構焦ったんですけど、今皆さん動いてるんで、いっかって感じでやるんですけど、何を言ってるかっていうと、運搬で故障する事例って結構あって、過去にネットワーク機器だと6件あったりとか、サーバーだと、これディスクとか入ってるじゃないですか、衝撃に弱いんで4件とかあったりします。で、これ壊れるとどうなるか、その通り、ネットワーク提供できませんと。お前らスタッフとして来てるけど何しに来たのっていう怒られてしまいます。で、まずこれが1つ目の機材の課題で、2つ目が再利用の課題で、なんかちょっと細かい図ですごく申し訳ないんですけど、左が LL2013 で、右が YAPC2013 ですね。なんかちょっと細かいとこ違いますけど、基本的な要素ってほとんど一緒なんです。で、ここも、毎回作るのはすごく大変なので、共通化していきたいなというような思いがあります。そこで我々の解決方法としましては、クラウドによる課題の解決を行おう。これ何を言ってるかっていうと、この機材の課題、再利用の課題っていうのを、クラウド化し、主要な共通的なネットワーク要素を全部クラウド化しました。つまりこの会場にはない別のデータセンターに置いちゃおうっていう話になりました。では、まず従来のネットワークのモデルから説明します。ルーターがあって、スイッチがあって、いろんなサーバーがあって、無線 AP がある。で、それに対して、今回のコンブのクラウド化というのは、コアネットワークのライブラリ化を行おう。つまりどんどん再利用できるようにしよう。会場にはスイッチと AP と、あと VPN を貼る装置のみを置きました。で、データセンター側には VPN を受ける装置とルーターと各種サーバー。ちょっと見てもらうと分かるんですが、この構成とこっちの構成だと、なんか会場だけのネットワークだけ作ればよい。ここは常に共通化できるというところで、
このコアネットワークのライブラリ化っていうのは非常に有効だなということで、これを構築してみました。で、実際今動いています。で、まずクラウド化した結果なんですけど、先ほど言った2つの問題は解決できました。これはもうこのためにやってるんで当たり前なんです。で、他にもこのクラウド化の恩恵がありまして、24時間どこでも設定できる。これどういうことかっていうと、コンブのメンバーって西は大阪から東は、埼玉とか千葉あたりまでですね、点在してるんです。で、それぞれ全員会社もバラバラなので、ワークタイムも違ってきます。そうすると、ネットワークというのは一度に全員が集まってポコポコ設定をして構築試験をして、で、準備を行うっていうのが今までのスタンス、一般的なやり方だったんですけど、それはこのモデルだと我々ちょっと難しいですよね。大阪の人とか毎回来なきゃいけないとか、そんなのは不可能なので、どこからでも設定できる状態にして、インターネット接続さえあれば24時間どこからでも設定できるようにする。ここが恩恵の一つかなというふうに思っています。で、続いて裁量、先ほどお話したライブラリ化によって時間的余裕ができたっていうのもあります。で、普段我々いろいろやりたいことがあったんですけど、この今までは毎回作ったせいで時間がなかったんですが、ネットワークとずっとネットワークトラフィックの可視化をやりたいとか思っていたりして、これヤプシーのページにあるんですけど、トラフィックが流れると線が赤く光ったりするっていうのがあった、可視化としてやりたいなっていう思いがあって、今回この空いた時間でやれたっていうのがあります。で、さらに、クラウド化の恩恵っていうところで、ヒートマップ、これ見慣れた方いらっしゃいますかね。あ、います。ありがとうございます。どれくらい混んでるかっていうのを可視化するっていうツールも、作ってみました。で、こちらの方は、僕の次の高野の方、コンブの高野の方から詳しいお話をさせていただきます。さて、コンブクラウドのテスト、来場者2000人のこの超巨大カンファレンスのヤプシーでコンブクラウドって本当に使えるのかなというところですごく疑問に思ったんです。で、テストをするにもせいぜいコンブのメンバーって20人ぐらいなんですよ。20人が2000人規模のネットワークをいくらガンガン負荷をかけたからといって大したことにならないんですね。で、どうやってテストをしようかなって考えたところで、一人提案がありました。クラブイベントでテストしよう。で、これ音楽系のマルチネ10というミュージック系のイベントなんですけど、クラブイベントで実際にテストをしました。で、やってることはこの会場作るとあんま変わらなくて、ケーブル巻いたりとか AP 用意したりとか、あと運用したりとか、そんなことをやって、で、実際使い物になったかっていうと結構良かったんですね。家より快適だわって言われたりとか、そういう話があって、良かったなというところで終わっています。で、あとですね、これはまずいな、失礼しました。で、今回のヤプシーのネットワーク状況の方を報告させていただきます。なんかこの辺ごちゃごちゃしてるグラフなんでさまります。最大 200Mbps のトラフィックが発生していて、これはそんなに珍しくないんですけど、平均で100メガ、平均常時100メガが流れ続けるっていう変態的なネットワークでした。で、じゃあ3日間で、このヤプシーの期間3日間でユニークの端末数がどれぐらいあったかというと、3400端末。みんな端末持ちすぎです。だって2000人しか来ないのにおかしいでしょっていう話があって、いやと、でもこれでもちょっと障害とかありましたけど、なんとか支えさせていただくことができたかなと思っています。で、最後に、今回ハテナさんがスポンサーされて、DM.com ラボさんが、機材の協賛とか、あとジュニパンさんもそうですし、ブロードバンドタワーさんも、いろいろ協賛してくれたので、本当ここの場を借りして、お礼をさせていただきます。本当にありがとうございました。では、続きは高野さんでお願いします。残り3分ぐらいじゃねえか。